電子顕微鏡電子顕微鏡とは通常の顕微鏡では観察したい対象に光を当てて拡大するのに対し光の代わりに電子を当てて拡大する顕微鏡のこと。電子顕微鏡は物理学、科学、工学、生物学、医学などの各分野で広く利用されている。高分解能の観察が可能光学顕微鏡の分解能の限界は可視光線の波長によって 理論的に100ナノメートル程度に制限されており、それより小さな対象を観察することはできない。一方、電子顕微鏡では電子線の持つ波長が可視光線のものよりずっと短いので、理論的には分解能は0.1ナノメートル程度にもなる。光学顕微鏡では見ることのできない微細な対象を観察できるのが利点である。現在では、 高分解能の電子顕微鏡を用いれば、原子レベルの大きさのものを観察可能である。一般に誤解されがちであるが、電子顕微鏡の光学顕微鏡に対する利点は、倍率ではなく、分解能である。光学顕微鏡でも写真を拡大したり、高倍率の接眼レンズや中間レンズを用いれば、理論的には無限に、高倍率の画像は得られる。 ただし、分解能以下の対象はどれだけ倍率を上げても細部は見えてこないので無意味である。大掛かりな装置電子線を発生させる電子銃の性質から数キロボルトから数百キロボルト、時にはまた安定した電子線照射のために顕微鏡内は同じく安定した真空に保たれていなければならない。したがって高電圧の発生装置や真空ポンプ、顕微鏡自体は 耐圧構造でなければならないなど、装置が大掛かりになりがちで専用の部屋が必要なこともあるが、操作型電子顕微鏡に限っては卓上におけるタイプなど小型製品も増えてきている。市販されている電子顕微鏡の価格は種類によって数百万円から数億円程度である。電子顕微鏡には大きく分けて下記の2種類がある。透過型電子顕微鏡は観察対象に 電子線を当て、それを透過してきた電子を拡大して観察する顕微鏡。対象の構造や構成成分の違いにより、どのくらい電子線を透過させるかが異なるので、場所により透過してきた電子の密度が変わり、これが顕微鏡像となる。電磁コイルを用いて透過電子線を拡大し、電子線により光る蛍光板に当てて観察したり、フィルムや CCD カメラで写真を撮影する。観察対象を透かして観察することになるため、資料をできるだけ薄く切ったり、電子を透過するフィルムの上に塗り付けたりして観察する。操作型電子顕微鏡で捉えた、赤血球と血小板と白血球。操作型電子顕微鏡は、観察対象に電子線を当て、そこから反射してきた電子から得られる像を観察する、顕微鏡。 操作型の名は、対象に電子線を開ける位置を少しずつずらしてスキャンしながら、顕微鏡像が形作られることから、電子は検出器に集められ、コンピュータを用いて二次元の像が表示される。対象の表面の形状や凹凸の様子、比較的表面に近い部分の内部構造を観察するのに優れている。以前は、観察対象が導電性のないものの場合、 電子線を当て続けると表面が帯電してしまい、反射する電子のパターンが乱れるため、観察対象の表面を、あらかじめ導電性を持つ物質で薄く、コーティングしておくことが行われていたが、近年は全処理不要で、低真空にて観察できる製品も増えてきている。また、両者の特徴を合わせ持つ、操作型等化電子顕微鏡も近年注目されつつ、ある。 静電レンズ式静電場を利用して電子を収束する。電源電圧が不安定でも比較的安定して使用することができ、使用する材料も電磁レンズ式よりも少なくてよかったので、戦中、戦後の日本で使用された。反面、高分解納期には高電圧化する必要があり、絶縁耐圧を高める必要がある。等、構造が単純な反面。 高分解能家には適していなかった。電磁レンズ式静電レンズ式よりも高分解能が得られる。マックス・クノールとエルン・ストルスカが1931年に開発した電子顕微鏡磁場の電子線に対するレンズ作用を実験で示したのは1927年ドイツのハンスブッシュである。最初の電子顕微鏡は1931年に ベルリン工科大学のマックス・クノールとエルン・ストルスカが開発した。さらにルスカは性能を高め、この功績で1986年にノーベル物理学賞を受賞した。シーメンスの科学ディレクターだったユダヤ系ドイツ人のレインホールド・ルーデンベルクが1931年特許を取り、1938年に電子顕微鏡を売り出す。 操作型電子顕微鏡は1937年、マンフレート・フォン・アルデンルによって製作された。1950年代から多くの分野で活用された。さらに短波長の電子線などによって性能は向上した。日本においては、1940年に、姿英二が初めて国産第1号、倍率1万倍の電子顕微鏡を完成させている。 瀬戸商事が国産化のための技術開発に貢献した。また、1951年には、日比忠都氏が、上着材料に金やウラン以外の金属を利用し、より鮮明な画像を得る、資料作成手法を開発した。生物学の分野では、電子顕微鏡の利用は大きな影響を与えた。ウイルスの発見や、細胞小器官の構造など、得られたものは大きい。この分野で、 電子顕微鏡によって観察できるような微細な構造のことを微細構造という。また、材料学においても、転移や積層血管等材料の特性を決定する血管構造の解明、カーボンナノチューブをはじめとするナノ構造材料の発見と構造解析に大きな役割を果たしてきた。ありがとうございます。